ボートレース若松の公開勝利者インタビュー6レースを制した安河内翔選手登場です。ありがとうございます。はい、どうぞお座りください。はい、特製のおっと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 大丈夫ですか。はい、ここで倒すって絶対構いません。はい、ステンレスタンブラーです、お使いください。はい、激戦でした。はいね、はい、レースを振り返ってまいりましょう。新庄内から1、2、3、4、5、6、1コースからいきます。まずスタートどうですか。風が10ぐらいと思ったんですけど、思ったより届いてなかったですね。ああ、そうですか。はい、はい、でもまあ本当に遜色なくスタート切って、はい、はい、1マークのターンは握りすぎてもさ、菊池さんに刺されるなと思ったんで、ちょうどいいぐらいで回れたと思います。しっかりターンしてますね。そうですね、はい、でこの時点ではもう2停身ぐらいね先行してますけども、この後猛追してくる。はい、一瞬にコーナーで漏らしたんでちょっとやばいなと思ったんですけど、はあ、フランシは勝負どうですか。どうですかね、スタート練習とか展示もちょっと前にいたの分もあると思うんですけど、はい、出ていってるなと思ってたんですけど、はい、タケルさんがそれ以上にちょっとすごすぎません、ね、そうですか、はいはい、まず整理すると自分のフランシは悪くない、悪くないです、はい、ね、で、あのしっかりとした面もあると、はい、だけどもっとすごい人がいるのも分かると、はい、それは永原武選手、はい、はい、どうでしょう調整、あの今日はね1回走りなんですが、アスリー向けて何かやっておきたいことだとか。プロペラをまだ叩いてる途中で、はい、開いてると思うんで、まだもう1回叩き直して焼き入れて、焼ける、はい、はい、じゃあこの今日1回走りのこの後の時間は有効に使えますね。そうですね、プロペラ叩きます。そうですね、はい、さあそれではファンの皆様に一言お願いしましょう。はい、ここにまた来れるように頑張ります、応援お願いします。第6レースを制した安河内翔選手でした。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。